ハイエナは、食肉もかハイエナ科に属する動物の総称である。長い鼻面と長い足を持ち、犬に似た姿をしているが、邪行猫科に近縁である。今後盆地及び、サハラ砂漠を除くアフリカ、インド、中東、ネパール南部に分布する。原生の4種のうち、昆虫食のアードウルフを除く3種は、強力な頭骨と顎、植生に対応した消化器系を持つ。 これらによって他の肉食動物が食べ残すような骨を噛み砕き、有機成分を消化吸収できる。角、骨、ひずめなど消化できないものはペリットと,として吐き戻す。歯列は、門歯が上下3体ずつ、剣歯が上下1体ずつ、小級子が上下4体、科学3体、大級子が上下1体ずつの計34本であるが、 アードウルフの成獣では一部が抜け落ちて24本まで減少することが多い。跡の数は前後子とも4本であるが、アードウルフのみ前足に5本の跡がある。指行性であり、爪を引っ込めることはできず、木に登ることはできない。主にサバンナ、低木林に生息するが、林園の砂漠、半乾燥地帯にも生息する。夜行性で、日中は穴や岩の隙間などで休む。 中型の褐色ハイエナや、島ハイエナは、狩りをするより不肉を漁ることの方が多いため、ハイエナの一般的な印象、サバンナの掃除人の元となっている。一方、ブチハイエナは、時速6 5トルを超える瞬速と、波外れたスタミナとを合わせ持つ優秀なハンターである。その食物には、不肉も含まれるものの、半分以上は自分たちで捕らえたものであり。 狩りで仕留めた獲物をライオンに横取りされる場合もある。イギリスの生態学者 H. クルークの研究では、セレンゲティ国立公園のブチハイエナは、10から15頭の群れでヌーやシマウマを狩ることが明らかにされている。他の動物が掘った巣穴に住み、巣穴の周りには、動物の骨などが散乱している。巣穴にある骨は、非常食である。ハイエナは前述したように顎の力が強いため、 食料がない時にはこれらの骨で上をしのぐ。ブチハイエナと褐色ハイエナの群れのリーダーはメスであり、メスのリーダーの長女が群れのリーダーを継ぐことが常識的になっている。そのため、オスは群れの中で順位が低い。ハイエナ科は同じ猫目の蛇行猫科から進化したと考えられる。その出現は比較的新しく、最古の化石は アフリカとヨーロッパの中心予前期のものである。初期の邪行猫に似た比較的小型の系統は先進予前期までに絶滅し、現在の系統は中心予後期に出現して現在に至っている。ハイエナ科のほとんどはアフリカとユーラシアに分布が限られるが、チャスモポーセテス属だけは先進予後期に北、アメリカまで分布を広げていた。コフリーある。 が発表した分子系統解析では、ハイエナ科は、マングース類を呼び、ホッサとの姉妹群を形成するという結果が得られている。原生のハイエナ科には、ニア科4属4種が含まれる。クロクタクロクタ、ウチハイエナスポッテッドハイエナ別名マダラハイエナ。赤道付近の熱帯雨林を除いたサハラ砂漠以南のアフリカに広く分布する。鳴き声が人間の笑い声に似ているため、 笑いハイエナラフィングヒャエナの異名を持つ。その名の通り、灰色の体に黒い反転が特徴である。頭道長120から180センチメートル、体重55から85キログラムと、ハイエナ科では最も大型の種である。メスには、高い血中濃度のアンドロゲンホルモンが、保たれているため、哺乳類としては珍しくメスは平均してオスより一回り、大きく、 オスのペニスと同等以上のサイズにもなるクリトリスや、その根元にぶら下がる脂肪の塊が入った偽陰嚢を持ち、順位も攻撃性もメスの方が高い。この特徴的な外生器の様子から、科学的研究が進む前には、私有動態の過当な生物と考えられていた時期もあったようである。10から15頭程度のクランと呼ばれる母系の群れを形成し、共同の巣穴で生活する。 群れのメンバーが協力し、ニューやシマウマ、トムソンガゼルなどを狩る。同じサイズの動物中、最も強力な顎を持ち、驚異的な速さで食物を平らげる。ヒャイナヒャイナシマハイエナストライプとハイエナ別名たてがみ犬。分布は、サハラ砂漠以北のアフリカ北部、東部からアラビア半島までの中東、インド、ロシア南西部に及ぶ。サハラ砂漠やアフリカの砂漠では見られず、 草原や半砂漠に生息する。東道町100から120センチメートル、体重37から55キログラム。背に先端の黒い縦紙を持ち、その名の通り、銅と獅子に多くの黒い島を持つ。群れを形成せず、オスとメスは繁殖時だけ一緒になる。パラヒャイナブラニア褐色ハイエナブラウンハイエナ別名、茶色ハイエナ。以前は、 島ハイエナと同族のヒャイナブラニアとされていた。アフリカ南部に分布する。東道長110から140センチメートル、体重40から55キログラム。ブチハイエナと同様、母系の群れを形成し、共同の巣穴で生活する。ライオンなどの食べ残しや、病死した動物の死体を主食とする。プロトラス・クリストタス・アードウルフ・アードウルフ別名、土狼。 他のハイエナ類とは大きく異なった形態や生態を持つ小型のハイエナ。東及び北東アフリカと南アフリカに分断された分布域を持つ。東道町85から105センチメートル、体重9から14キログラム。キャシャな頭骨と細い串状の葉を持ち、白アリを主食とし、一番に20万匹の白アリを食べると言われる。一歩一歩の番を作る。ハイエナは、 肛門腺が発達しており、これがしばしば女性器と見間違えられたため、長らく良性苦遊であると信じられてきた。古代ローマの博物学者プリニウスは、博物誌で、ハイエナは、交尾をしなくても出産できると記している。このような、性がはっきりしないという名信から、中世までのキリスト教では神を受け入れたが、はっきりしない曖昧な人間の象徴として、ハイエナが用いられた。ただし、 アリストテレスは、著書、動物史で、両性具有は誤りであると記している。実際、ブチハイエナのメスの外生器は、外見上は、オスのそれとほとんど区別がつかない。メスの外生器の各部分が、偽の陰形や陰脳を形作っているため、野外で雌有を明確に見分けるのは困難である。ハイエナが、両性具有や、しばしばその性を転換すると考えられたのは、 このためである。この現象は、ハイエナの胎児で、高いアンドロゲン濃度が維持されるために起こるものである、ことがわかっている。死肉を砂取るという生態のイメージから、貪欲の象徴とされる、獲物の横取りに類する行為の代名詞でもあり、例えば客待ち列の交尾につかずに客を横取りする、タクシーを指す、業界用語となっている。また、 破綻した組織や個人から利益を強奪する行為や困窮している者に対し、はじめは積極的に援助の手を差し伸べ、その状況から出した後には見返りを強要する行為などを起こす人間を総称してハイエナと称することがある。この形容は同様の理由でハゲタカとも言われる。ありがとうございます。